香港チャンネル。まあ、地上波のニュースとか報道で、はい、なぜこういう問題を取り上げないのかというのが多々あると思うんですけど、はい、まあ、今日はそこをちょっといろいろ喋っていきたいなと。はい、そうでございますか。どうぞ。まず、まあ、尖閣の問題で、はい、もう中国の海警法っていうのができて、海警局が第二の海軍と化して、それを武器を持っても尖閣に来てるというのを、まあ、正義の味方でもたまにやったりしますけど、はい、他のニュースではほとんど聞かないと。やらないね。産経新聞さんがあの、うん、報じてるぐらいで、そうですね、他の新聞はどうなんかなと。そしてまた国会でね、そういう議論をせんと、あの、菅総理の長男の、接待、ね、官僚の接待のスキャンダルっていう、まあ、そ、まあ、総務省の問題もね、あるんですけど、まあ、それはあの、またこの間も言うたけども、何が言いたいかっていうのは、もう自分らの都合が、悪いのは隠して、都合がええのは流していくっていうね、私はそのね、そこでお仕事させてる人間なんですけど、これは内部告発と一緒でみたいなもんで、まあ、尖閣もね、あの安倍さんのお父さんの岸防衛大臣が機外射撃っていうのを言われましたけども、あれももう向こうにとってで、こう逆手に取られへんかなっていうね、こともあるんですけど、でもあの、ね、向こうがそれに反論してきたっていうことは、やっぱり、そういうことを懸念してるっていう部分もあるし、強い態度で、やっぱり国っていうのは自ら守るべきであって、安全保障で、バイデン政権がね、中国に対ね、中国に働きかけるかって言ったら、今のところなんか、ノン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 っていう感じじゃないですか。だから、番組でもね、この間言わせてもらいましたけど、北京五輪が、ね、これがそのウイグルの問題で、人権問題、弾圧問題のジェノサイドで、ヨーロッパや、北アメリカとか、ね、がボイコットした場合、来るんではないかと。もう、まあ中国の台湾に対してね、昔オーストラリアが、去年一昨年やられたワインの関税を 200% ってすごいよなってで、今回は台湾が、ね、99割方輸出が中国相手で、中国がそれを輸入せえへんと。パイナップルね、パイナップル、はい、ね、パイナップルのことで、ね、日本でツイッターとかでもね、まあ、皆さん協力しましょうと、まあ、それもあるんですけども、まあ、そういうこともね、あまり報道されないと、なぜなんだと。ほんで、尖閣が取られたら、あの多分あのそこから絶対太平洋に出てくると、はい、石垣行って沖縄行って、ね、そうだからこれね、沖縄県知事のね、デニーさんが、玉木さん、玉木知事がもっと声上げやなあかんと思うんですけどね、石垣市は何県なんですかと、県知事が、お前やったらおちょっと日本政府、はい、なんとかしてくれよ、はい、やばいぞと、うち、うん、言わなあかんのちゃうかって言うてんのに、中国高専が、あの地域をパトロールしてるから、はい、それをあんまり刺激することはっていうようなことを言うて、はい、我が国の領土だが中国高専のパトロールを故意に刺激することは控えるべきって議会で言うてんねんね。パトロールって何やねんって話ですよね、うん、そうなんでパトロールやねんって、はい、こっちの海やぞ、はい、そうやで。で、他にもね、沖縄を一国二制度にしろとか、だからまあ、どこを向いてんのっていうのがあるっていうね、このパトロールっていうのね、うちのなんか家の庭入ってきてパトロールしてんねんって言われたらね、うん、泥棒やんけっていう。そう泥棒、その警察官の格好して、はい、それが日本の警察官やったらパトロールですけども、違う国のね、ポリスの格好して入ってきたら違うやん、はい、で、何を刺激って、なんで入られてる方が刺激っていうの、はい、うん、おかしいな、どっちの国の方ってなるやん、ね、だからこういうのはもうね、選挙があるから、ね、どないなるか分からんけど、そういうことが、多々
ある方が多いからね、そういう、うん、で、あの写真とかあのビデオとかツイッターの方で上がってるのは、はい、漁師さんが撮ってるからね。そうなんですよね、うん、だからこっちがマスコミとかそんな今撮ったらあかんっていうのね、うん、そういうことになってて、ほんでそこには近づいたらあかんと、うん、おなんでやねんって、ほんだ施政権の問題になってくるって言うたら、うん、そういう既成事実を作らしたら、うん、国際社会に訴えてくるで、そうですね、ほんで訴え出て、うん、ほんだ常にね向こうの、まあ、海警の船がおるっていうことは、いやそれは中国の海じゃないのってなってしまうのが国際社会の、そうですよね、うん、そういうことでしょ。だから竹島問題でも実効支配してるから、うん、はい、あれもうほんまはどけやなあかんのに、どけなあかんのね、ほんだあれは不法占拠や、はい、竹島、はい、そのことも全然、報じない、報じないですね、これはどういうことなんかと、うん、うん、そんなに何かあんの、うん、だからそれはあの法務省、総務省の接待問題にも近いものがあんのかと、うん、なんか向こうの国からもらなんかもらったり、そうそうそう、うん、で便宜測ってもらってんのかと、うん、政治家さんたちよ、はい、そしてジャーナリストの方々たちよと、うんうん、人権派人権派って言うてる方々は、そのことに対して尖閣のことに対して声を上げないっていうのがあるから、もう本当にどうなんかなと、もっと報じてもらいたいもんがいっぱいありますよ。本当ですよ、まあ、そこの部分があまりにも報道されてないと、うん、でそこをなぜ、ね、国会でやれへんのって、だからあの痛いとこやと思うねんけど、政権としたら、うん、そうですね、うん、尖閣をもっとちゃんと守らなあかんやないかって、はい、なんで野党は言えへんねんと、はい、思うんですけども、うん、ただあのなんかねヤフーニュースとかでも尖閣の問題とか、うん、そのタレントが発したことでもそういうのを取り上げたらいいのになと思うけどね、はい、うん、うん、いっぱいその集団虐殺みたいなことが世界の中で起きてるっていうこともしっかり、うん、全然あの取り上げないじゃないですか。そうですね、ね、もう、うん、びっくりするぐらい、特にキー局、うん、それはねスポンサーさんも問題あるかどうか知らんけど、うん、その何やろな使命感みたいな、うん、ああっていうのがああないような感じがすんねんけど、うん、民主国家っていうか社会主義でも社会主義ってそんなんなんかなとか思ってまうのよね、うん、排除排除で、まあ、そんな感じでもっと報道してほしいのがいっぱいありますよ。そうですね、うん、皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしてコメントには、ね、悩みの相談とかあと、何でございますか、質問をお受けしますので、ぜひとも本日はありがとうございました。